皆さんこんにちは。僕パブロフ。スマホアプリパブロフ簿記を使えばいつでもどこでも日常簿記の勉強をすることができるんだ。まずはレベル1からやってみよう。1問につき1つの仕分けが出題されるんだ。回答スペースをタップすると勘定科目と金額の選択肢が表示されるよ。正解と思う項目を選択しよう。正解すると丸が表示されるよ。間違ったら×が出ちゃうんだ。解説 A をタップして解き方をしっかり理解しよう。自信がない問題があったらメニューからチェックをつけるを選んでおこう。こうすることでトップのチェックのみからチェックのついた問題だけ解くことができるんだ。パブロフ簿記には日常簿記の過去問15回分を仕分けに書き出した形で収録してあるんだ。論点ごとの出題回数を分析し、よく出る論点は問題数を多くしてあるよ。入門は文字通り入門編。勘定科目の貸し方借り方の位置を覚えるところから始めたい人向けだよ。用語説明もあるよ。レベル1からレベル3では出題率別に問題を収録してあるよ。まずレベル1の問題を確実に解けるようにしてから上のレベルの問題に挑戦してみよう。分野別は苦手な分野を重点的に解きたい人向けだよ。同じ論点をいろいろな聞き方で出題しているんだ。途中でアプリを中断しても大丈夫。続きを選べばセーブした問題から再開できるんだ。テストを選ぶと本試験の出題傾向に近い形で1テスト10問が出題されるよ。簡単な問題と難しい問題を見分け合計70点以上を目標にしよう。全10回合計100問収録だよ。問題をたくさん解くとトップメニュー画面のパブロフが成長するんだ。話す内容も変わるんだよ。パブロフ簿記には体験版もあるから気軽にダウンロードして使ってみてね。簿記の実力をつけるにはとにかくたくさん問題を解くのが一番。みんなパブロフ簿記で日常簿記に合格しよう。